野戸部駅は、石川県鹿島郡中野都町徳丸にある、西日本旅客鉄道七尾線の駅である。相対式ホーム2面2線を有し、列車交換が可能な地上駅。駅舎は、下りホーム側にあり、ホーム間は、湖線橋で結ばれている。また、駅舎にはギャラリーが併設されている。上りホーム側にも勝手口が存在する。七尾鉄道部が管理する。 無人駅であるが、以前は中野都庁が窓口業務を自宅する簡易宅駅となっていた。自動券売機が設置されている。2021年3月13日から ICO カなどの全国総合利用サービスに対応した交通系 IC カードが利用可能となっており、IC 専用の簡易型改札機が設置されている。 一番乗り場が一線スルー化されており、列車交換を行わない通過列車に限り、上り列車も一番乗り場を通過する。ただし、一般的な一線スルーとは異なり、上りと下りの本線は現在も分けられている。2019年度の1日平均乗車人員は511人で、ある。石川県統計所によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、 周辺は旧六星町の中心市街で中野都庁の出先機関や郵便局や銀行、学校などがある。運行は北鉄の飛ばすに委託している。いずれの路線も道の駅売り姫の里中野と発着で木曜日と年末年始を除く日に運行している。ありがとうございます。